テニストーレ・パン・パシフィック・オープン第3日23日、東京・有明テニスの森公園。父がプロ野球 d n a の石井拓郎コーチで、全日本女王の石井さやか、ユニバレオが、が2019年に優勝した大阪なおみ以来5年ぶりに日本女子大会ベスト8に進出だ。世界ランキング148位で、石井と同じ予選勝ち上がりのゼーネプソン・メズ、トルコ24、246。 1> 6 1 6対3の逆転で勝ち上がった。石井は1回戦でツアー本戦初勝利を飾っていた。準々決勝では、同16位でロシア出身のディアナ・シュナイデルと対戦する。最後は気力だけだった。腹部の違和感で、満足にサーブが打てない中、必死で戦った。今日の試合は気合で乗り切った感じ。最後、マッチポイントで相手のフォアがネットすると、 小さく右手を突き上げるとようやく笑顔が弾けた最終セットの第1ゲーム後石井がトレーナーを呼んだ第2セット頃からサーブの調子がおかしく特に第2サーブでは体をそらすことができなくなった腹部の違和感から治療時間を取った気持ちだけでラケットを振り切り第2セットのスタートから相手のサービスゲームを7回連続で破った 強い気持ちで毎試合戦っている。予選から勝ち上がり、この試合が4試